RMC136A1、AH、は、タランチュラ成分にある、三回星団の NGC2070 の中心にある、超星団 R136 に属するウォルフライエ星に分類される構成である。銀河系の近隣にある銀河として知られている、大マゼラン雲の中に位置しており、地球からは約49,970%の距離にある。 基地の構成の中で最も大きな質量と高度を持ち、質量は315対応質量、高度は約870万対応高度と推定されており、最も表面温度が高い構成の一つでもある。1960年、南アフリカ共和国のプレトリアにあるラドクリフ天文台で働いていた天文学者のグループが、 ダイマゼラン銀河内の明るい恒星の高度とスペクトル分類の体系的な測定を行った。カタログに掲載された天体の中にはタランチュラ星雲の中心星として RMC136 が記載されていた。その後の観測により R136 はすぐ近くにある大きな恒星が形成されている空間の中心である。 非領域と言われるイオン化された水素からなる巨大な領域の中央にあることが示された。1979年、ヨーロッパ南天天問題の3.6メートル望遠鏡を使用した観測により、R136 は R136R、R136 ビット、R136C の3つの天体に分離された。しかし、 このうちの R136A は正確な特徴が不明瞭であったことから R136A について激しい議論が交わされた。中心部の明るさは、星団の中心0.5%の範囲内に高温の大型主系列性が100個も存在しなければならないと推定され、太陽の3000倍もの質量を持つ構星が存在するという可能性が最も理にかなった説明で、 あると推測された。R136A が正団であることは、1985年に Y ギルトとバイヤーによって初めて立証された。彼らはスペックル干渉法を使用して、R136A は中心から1秒以内の範囲に存在する8個の構成で構成され、そのうち R136A1 が最も明るい構成であることを示した。 R136A の性質を観測する最終確認はハップル宇宙望遠鏡の打ち上げ後に行われた。ハップルに搭載されている広域惑星カメラは R136A を少なくとも12個の構成に分解し R136 全体で少なくとも200個以上の高輝度性が含まれていることを示した。より高度な観測が行えるように改良された。 広域惑星カメラににより、中心から0.5%の範囲内にある46個の大質量で明るい恒星と半径4.7%の範囲内にある3000個を超える恒星の研究が可能になった。アルゼンチンから見た天球上における R136A1 の一夜空では R136 は大マゼラン雲のタランチュラ星雲内に存在する。 星団 NGC2070 の中心にある十等級の構成として見える。1979年に R136A を R136 の構成部分として検出するには、合計3.6メートルの望遠鏡が必要であった。R136A1 を R136A と分解するには、宇宙望遠鏡、または、保証工学、 スペックル干渉法による観測が必要となる。天候や公害の影響を受けなければ、南20度線以南の地域では、大マゼラン雲は、毎夜一晩中、観測することができる。北半球では、北緯20度線以南の地域で観測することができる。北アメリカ、ヨーロッパ、北アフリカ、北アジアはこれらの領域に含まれず、大マゼラン雲を観測することはできない。 タランチュラ成分から R136A と拡大した画像。R136A1、R136A2、R136A3 が右下にかろうじて写されている。R136 の中心にある R136A は少なくとも12個の構成からなる密集した明るい構成の集団で、そのうち R136A1、r 三十六 a に。 R136A3 は最も顕著で、これらはすべて非常に明るく重いスペクトル分類 WN5H 型の構成に分類される。R136A1 は星団内で2番目に明るい構成である R136A2 からは 5000AU 離れている。R136 は地球から約16万3000光年離れた位置にあるイマゼランクモ内にあり、 その南東部に見えるカジキザ30番星とも呼称されるタランチュラ星雲の中心にある。R136 自体はそれよりもはるかに大きな三回星団 NGC2070 の中心核となっている。このような遠方にあるので R136A1 は星間人によって比較的見えにくくなっている。この星間原光により可視光線での明るさは 1> 約1.8等級暗くなっているが、近赤外線では、わずか約0.22等級しか現行していない。大質量の構成が万星を持つ、連星系であることはとても普遍的なことだが、周囲に大型の万星が確認されていないため、R136A1 は単独の構成と見られている。チャンドラ X 線観測衛星を用いた観測で、 R136 から放出された X 線が検出されている。R136A と R136C は共に明確に検出できたが、R136A を分解することはできなかった。別の研究では、R136A1 と R136A2 のペアを R136A3 から分離することに成功している。この観測では、両者が コライディング、ウィンドバイナリーと呼ばれる、互いの構成が強い構成風を放出するタイプの、連星系ではないことを示すものと考えられる、比較的穏やかな、X 線が検出された。ドップラー効果による急速な視線速度を捉える、観測では、R136A1 の近くに、同程度の質量を持つ番星の存在が、予想されているが、R136A1 のスペクトルには、 そのような兆候は見られない。軌道傾斜角が大きい番星や遠方にある番星、もしくは R136A1 と別の構成が偶然整列していることによる可能性も完全には排除できないが、そうした可能性は低いと考えられている。R136A1 と極めて質量が不均一な小型の番星が存在する余地はあるが、 仮に存在しているとしても、R136A1 の特性を示す、モデリングには影響しないとされている。構成のスペクトル分類 R136A1 は、高気度のスペクトル分類 WN5H 型の構成で、ヘルツシュプルングラッセルズでは、左上の隅に位置する。このスペクトル分類に属する中でも、特にスペクトルに広い気線が含まれるウォルフライエ製に分類される。 ウォルフライエ製のスペクトルには、窒素、ヘリウム、炭素、酸素、場合によっては、ケイ素のスペクトル線が含まれているが、通常、水素のスペクトル線は見られない、もしくはかすかなものになる。WN5 型星は中性ヘリウムのスペクトル線よりも、かなり強く、イオン化された窒素からの放射の強さとほぼ等し、イオン化されたヘリウムの放射に基づいて分類されている。 スペクトル分類内の H は、スペクトルに顕著な水素の放出が見られることを意味し、表面付近の質量の40%を水素が占めていると計算されている。分類としての WN5H 型帽子は、まだ各融合反応により中心部で水素の燃焼が起きている巨大な明るい構成である。WN5H 型帽子の気線スペクトルは高密度で、 強力な構成風によって生じており、ヘリウムや窒素の濃度が大きいのは、区のサイクルで生成された物質の表面への対流混合に起因している。R136A1 までの距離を直接求めることはできないが、地球からはダイマゼラン雲と同じ約16万3000光年離れていると想定されている。R136A1 は、 現在知られている中では最も質量が大きな構成である。非局所熱力学平行ブランケット効果 CMF ガンモデルおよびトラスティモデル待機コードを組み合わせたところ、近赤外線のスペクトルから265太陽質量という R136A1 の進化論的質量が導き出されている。このモデルは WN6A1 型の連星である NGC3603A1 から導出された動的質量に対して検証されたもので地球から見ると一直線上もしくは離れたところに予期しない万星が存在している場合 R136A1 とその万星の質量はそれぞれ150対応質量となる予想される R136A1 の特性は大マゼラン雲で 1> 約170万年間輝き続けた後に見られる金属量を持ち、かつ、形成初期は、急速に自転していた太陽の320倍の質量を持つ場合とよく一致している。R136A1 が単独の構成であると想定して、光学スペクトルそして紫外線スペクトルと質量高度関係を持つパワー待機モデルを使用した同様の解析では、 太陽の256倍という質量値が得られている。盆栽モデルを用いて行われた最近の分析では、観測で得られたパラメーターに進化モデルを一致させることで年齢と質量を割り出しており、これにより、形成初期の質量として325プラス5545太陽質量、現在の質量として315プラス6050太陽質量という値が導き出されている。 R136A1 は2600秒速 150km もの速度に達する強い構成風によって極端な質量損失を受けている。これは、高級上にある非常に高温の加速物質からの電磁放射が重力よりも強いため、表面から離れていくことで引き起こされている。質量の損失の度合いは、表面重力が小さく、かつ高級内での茂ゲモの量が、 多い高高度の構成で最大となる R136A1 は年間5.15太陽質量という太陽の10億倍以上のペースで質量を失っていると予想されている。左から赤色外星太陽 B 型種系列星 R136A1 の大きさを比較した画像 R136A1 は 現在知られている中では最も高度が大きい恒星で、その高度は約871万太陽高度に達し、太陽が1年かけて放出した量よりも多い、エネルギーをわずか4秒で放出している。R136A1 が基地の恒星の中で最も質量が大きく、かつ最も高度が大きい恒星であると認識されたのは2010年になってからで、それ以前の推定では、 R136A1 の高度は150万太陽高度とされていた。仮に太陽系内において R136A1 を太陽の位置に置くと地球からは太陽よりも9万4千倍明るいマイナス39等級の明るさで見える。太陽系に最も近い恒星であるプロキシマケンタウリの位置に R136A1 がある場合地球からは 満月とほぼ同じ明るさで見える。10%パーセク離れた位置にある時の見かけの明るさを示す。絶対等級はマイナス7.9等級で、これは地球から見た金星より3倍明るい。R136A1 は、スペクトル分類 O7 型の主系列星70個分に相当するタランチュラ星雲全体の約7%の電離束を供給している。 そして R136A2、R136A3、R136C と共に R136 全体の43から46%のライマン連続放射を生成している。質量の大きい構成は表面から外向きに作用する放射圧が構成の中心方向に作用する重力の強さと等しくなる高度であるエディントン限界に近い高度を持つ。 エディントン限界に近づくと、構成は非常に多くのエネルギーを生成するため、外装が宇宙空間に急速に放出されてしまう。これにより、構成が長期間にわたってより強い高度で輝く、ことは事実上、制限されている。古典的なエディントン限界は、静水圧平行にないある1 3 6 a 1などの構成には適用できず、その計算は、 実際の構成に対して行うには非常に複雑なものであった。より経験的なハンフリーズ、デビッドソン限界は観測された構成の高度の限界として求められるが、最近のモデルでは大質量の構成に適用できる、さらに有用で理論的なエディントン限界の計算が行われている。R136A1 は現在、エディントン限界の 約70%の高度で輝いている。R136A1 の表面温度は太陽の10倍近く高い約5万 K で極紫外線の放射が最も多い。R136A1 の BV 色指数は0.03で、これは典型的な F 型主系列性に相当する色である。 ハッブル宇宙望遠鏡の広域惑星カメラ2の336ナノメートル及び555ナノメートルフィルターを用いて測定された UV 色指数はマイナス1.28であり R136A1 の表面温度が非常に高いことを示している。国体に対するこの様々な色指数の変動は静観現行に起因している。石化の度合いを用いれば 見かけ上明るさが現行している度合いを推定することができる。測定では石化の度合いは0.29から0.37と求められており、これに基づいて見かけ上の現行の度合いは約1.80等級、性感現行の影響を考慮しない固有の BV 色指数はマイナス0.30とされているが0.1秒離れた位置にある近隣の R136A2 の影響でかなりの不確実性がある。構成の表面温度は色から概算することができるが、これはあまり正確な方法ではなく、正確な表面温度を導出するには、大気モデルへのスペクトルの適合が必要となる。異なる大気モデルを用いて求められた R136A1 の表面温度は5万から5万 6000K である。古いモデルでは、 表面温度は4万5000系とされていたため、現在よりも高度が大きく過小評価されていた。あまりに極端な温度を持つため、放射のピークは波長50ナノメートルであり、放射のほぼ99%が可視光線以外の波長で放射されている。太陽と R136A1 の大きさの比較、R136A1 の半径は太陽の約30倍であり、体積は 太陽の2万7千倍に相当する R136A1 には地球や太陽のような明確に定義できる可視的な表面は存在しない。静水圧平衡を満たす恒星の本体は外部に放出される恒星風に乗って加速される高密度の大気に覆われている。この恒星風内の任意の地点が半径を測定するための表面とみなされるため、 測定者ごとによって異なる定義の表面が大きさの測定に用いられる可能性がある。構成の温度は通常同じ深さの地点を表面と基準として引用されるため、半径と温度は高度と対応している。R136A1 の大きさは最も半径が大きい構成よりもはるかに小さく、太陽の数百倍から数千倍の大きさを持つ。 赤色超巨星の方が数十倍大きい。大きな質量を持つが、その割には半径はそこまで大きくないため、r 1 3 6円1の平均密度は太陽の約1%に相当する約1 4ラム毎立方メートルしかない。高級が高密度の構成風によって隠されており、地点によるドップラー効果の広がりを測定するのに必要な 高級のスペクトル線がスペクトル上に存在しないため R136A1 の時点速度を直接測定することはできない。波長2.1マイクロメートルの4化された窒素のスペクトル線は構成風の比較的深い領域で生成され時点速度の推定に用いることができる。R136A1 の半値幅は約15で、これは 構成の時点が低速もしくは時点していないことを示しているが、地球に対して時点軸を向けている場合でも、このような値が得られることがある。一方で、R136A2 と R136A3 は高速で時点しており、現在の R136A1 に最も近い進化モデルを適用すると、約175万年後の赤道における時点速度は、 約尾遅く 200km となる R136A1 は現在中心核の高温によって生じた区のサイクルにより水素が燃焼されてヘリウムに変換される核融合反応が起きており事実上は主系列性の段階にある極端な高度によって引き起こされる高密度の構成風によって放出スペクトルが生成され強力な対流によって ヘリウムと窒素が表面で混合されている。構成全体の90%以上で対流が起きており、表面に対流がない非対流層がある。大マゼラン雲の大規模な星形成領域にある R136 星団分子部門からの膠着による星形成のモデルでは、放出される放射線によって、さらなる膠着が妨げられることで構成の質量に上限があることが予測されている。 種族愛の構成の金属量から考えられる最も、単純な硬着モデルでは、構成の質量の限界は40対応質量と低い値にしているが、より複雑な理論では上限はその数倍大きくなる。現在では、構成の上限質量として150対応質量という経験的限界が広く受け入れられている。R136A1 は明らかにこれらの限界を、 超越していて、これらの限界を潜在的に除外する単独星の新しい膠着モデルの開発につながっており、構成同士の合体によって、さらに大規模な構成が形成される可能性をもたらしている。単独星として、膠着から形成された、そのような巨大の構成の特性については、未だ不確かである。合成スペクトルでは、主系列性の高度階級、または、 通常の大型帽子のスペクトルでさえも持たないことが示されている。エディントン限界に近い高度と強い構成風は R136A1 が明確な構成として見えるのであれば、if 型もしくは WNH 型のスペクトルを生成していた可能性がある。ヘリウムと窒素は大きい対流角と激しい質量損失によって表面で急速に混合されており、それが 恒星風の中に存在していると、特徴的なウォルフライエ星型の放出スペクトルが生成される。非常に大きい質量を持つ例採取系列性は少し温度が低くなり、ダイマゼラン雲の金属量の値から150から200太陽質量の質量を持つ恒星の最大温度は約56000系と予測されているため、R136A1 は、 やや質量が小さい他のいくつかの主系列性よりも、わずかに温度が低くなっている。中心核で水素の燃焼が起きている間は、核内のヘリウムの割合が増加していき、ビリアル定理により核の圧力と温度が増加していく。これにより、高度が増加し、R136A1 は形成された時よりもやや明るくなっている。一方で、温度はわずかに低下しているが、 構成の外装が膨張し、さらに激しい質量損失が引き起こされている。R136A1 が将来どう発達するかは不確実で、それを予測するのに必要な R136A1 と同等の構成は知られていない。質量の大きい構成の進化は失われる可能性のある質量の大きさに依存しており、 様々なモデルから異なる結果がもたらされているが、どれも実際の観測結果と完全には一致していない。中心核の水素が枯渇し始めると、WNH 型の構成は高高度、青色変更性に進化すると考えられている。LBV は構成が極端な質量損失を起こす重要な段階で太陽に近い金属量を持つ構成を 水素のないオルフライエ性に変化させることがある。非常に大きな対流核、高い金属量、または、時点による、さらなる物質の混合により、十分に強い中心核から表面への混合を伴う構成は、LBEV の段階を飛ばして、水素に富む WNH 型星から水素にかけた WN 型星に直接進化する、可能性がある。水素による核融合は、 約200万年環境にわたって続き、最終的に R136N1 の質量は太陽の70から80倍になると予想されている。大マゼラン雲と同様の金属量を持つ単独の構成は、たとえ形成当初に非常に早く自転していたとしても、水素による核融合が終わる頃には、自転速度がほぼゼロになるほど自転にブレーキがかけられる。 水素に代わってヘリウムの核融合が始まると大気中の残りの水素が急速に失われ R136A1 は急速に収縮して水素を含まない1型星になり高度が下がるこの時点でのウォルフライエ星性は主にヘリウムでできておりこれらは水素を燃焼している主系列性に類似しているがそれより高温の冷最ヘリウム主系列性と呼ばれる 分類上に位置づけられる。ヘリウムの燃焼が進んでいる間は合成された炭素と酸素が中心核に堆積していき、激しい質量損失が続く。これだと最終的には WC 型星のスペクトルが生成されるが、ダイマゼライクモ内の金属量では、構成はヘリウムの大部分を WN 型星のスペクトルを持つ段階のうちに燃焼してしまうことが予想されている。 ヘリウムの燃焼が終わるにつれて、中心核の温度上昇と恒星の質量損失が進行することにより、高度と温度の両方が増加し、スペクトル分類は大型に変化する。ヘリウムの核融合による燃焼には数十万年が費やされるが、さらに重い元素の核融合による燃焼の最終段階は数千年しか持続されない。最終的に R136A1 は、 太陽の50倍強の質量にまで収縮し、中心核の周囲にはわずか太陽の半分の質量のヘリウムが残される。構成の初期質量と金属量から予測される超新星爆発後に残される天体の分布白色外星の最大質量よりも重い炭素と酸素からできた核を形成する構成は必然的に中心核が崩壊してしまう。これは通常鉄を含む 中心核が生成されて崩壊を防ぐのに必要なエネルギーを核融合で生成できなくなった際に発生するが他の状況でも発生する可能性がある。約64から133太陽質量の質量を持つ中心核は非常に高温になりガンマ線が自然に電子と非電子のペアを対生成し、そして中心核のエネルギーが突然失われると 中心核は、対不安定型超新星を起こして崩壊する。これは、ダイマゼラン雲と同じ金属量を含んだ非常に、大質量の構成でも発生する可能性があるが、R136A1 の炭素と酸素の核は50、太陽質量以下と予想されているので、R136A1 は、対不安定型超新星を起こさないとされている。 鉄でできた核の崩壊は超新星爆発や、時にはガンマ線バーストを引き起こす可能性がある。板期には水素とヘリウムがほとんど含まれないため、R136A1 が起こす超新星爆発の種類は IC 型超新星になるとされている。特に質量が大きい鉄。IC 型超新星では適切な質量を持って自転している構成である。 場合であれば、ガンマ線バーストが発生する。R136A1 は、中心核が崩壊する、かなり前に時点をほぼ止めることが予想されているため、超新星爆発を起こしてもガンマ線バーストは発生しないとされている。IC 型超新星での中心核の崩壊で、残される天体は、元々の中心核の質量に応じて中性死亡しか、ブラックホールのいずれかになる。 R136A1 は中性子星に進化する最大質量を超える質量の中心核を持つので、超新星爆発後に残される天体はブラックホールとなる。ありがとうございます。